いや、お前さん。亀さん、はい、昨日よりも1時間早いと、はい、空も随分明るいですね。そうですね、1時間早いですし、はい、もう台風が過ぎ去った後のこの、いいお天気なんだね、晴れ空。ドームの中におったら外の天気分からへんもんな。そう、良くも悪くもね、いい時も分からへんし悪い時も感じなくていいし、さほど影響感じませんからね。そう、でもグリーンスタジアムなんかでその雨降ってる時に、僕らはそのアナブースやから濡れないんですけれどもね、スタンドを見てたらかわいそうやなと思って言ってる方たちが、うん、でもアナブースの前の窓めっちゃ曇るで。あれなんであんな曇るんですかね打球見えないんですよ普通にほんまに曇ってるもんね。ほんまに見えないんですよ、はい、ほんまそもそも汚れてるんですよね、まずね。あれ曇ったらもう雨見えないですよね。見えへん前ほんま見えない。まあそんな感じでね、はい、今日も京セラからの帰りで喋っておりますが、はい、はい、今日テーマあるの？今日は1個あります。お、今日は日曜日。昨日は亀さんの疑問がありましたが、はい、はい、まあ、今日は別にそんな大した話じゃないんですけど、さ、そうそう、はいはいはい、昨日ね、その、はい、アズナスさんが、昨日言ってもこれ放送っていうか配信ではもっと前なんだけどアズナスさんがさ、はい、ローソンに変わるっていうのはなんかその、うん、アズナ H2O っていう会社がその、うんうん、アズナスを買ってたんやな、ね、はいはいはい、でそこを、まあ、ローソンとして展開していくという形になってるみたいですわ。そういうことなんですか。H2O 一部上場企業ですよね。そうそういうことなんや。じゃあアズナスさんとはまさかどっかに残ったりするんかもしれないですね。どうなんやろ な。アズナスを阪急がもうその H2O に打ったのやな。うん、ね、はいはいはい。でその H2O さんがそのアズナスをローソンとして展開していくという話、ね、アズナス、ああなるほどなるほど、うん、そういうことか。H2O さん最近関西のですね、うん、関西スーパーっていうスーパーがあるんですけど、うんうん、 あれもね公開買い付けして、そうそう、 H2O さんの、まあ、大手スーパーですよね。はい、でもそれがね横浜にあるなんか、うん、OK やったかなっていう会社も、うん、それが第2位らしいんですよ、株主として。 H2O は第1位らしいんですよ、はいはいはい、でその横浜のスーパーさんも関西スーパーを買収して、うん、買収というかのものにして、うん、やりたいらしくて、ちょっと今トラブってるというかどうなるんかなって感じらしいです。なるほどね、いろいろあるね。そう、やっぱ関西なんで僕は H2O さんに持ってほしいなとは思うんですけどねなるほどね、関西スーパーさん、はい、関西スーパーで昔からありますからね。あ、やっぱそうなんですか。僕の子供の頃からありました、ね、僕ら阪急六甲、だ JR 六甲道のところにあるんで、たまに行ったりします、ね、あるよね、関西スーパー、はい、あるある。そうやな。そうなんですよ。なるほどなるほど。はい。で今日のテーマ。あ、今日のテーマはですね。最近僕外食行ってへんなとふと思いまして。あんまりみんな行ってないし。まあみんな行ってないと思うんですけどね。はい、まあ、あんまり行ってない。まあもちろん行ってないけど、行ってないなと思って。今日も羽村姉さんに誘われましたけど、今は無理って言ってきました。羽村さん、今はやめておきましょう。はい。もうちょっとね。そう、大将のたこ焼き屋行こうって言われたんですけど、今あかんって。あかん。あかんし。あかん。いろいろあかんと。もうういわゆるその緊急事態開けてから行く、うん、そうそう、それはもう全然ね、緊急事態じゃなかったんですけどね。だよね。そう、ほんでよくね、野球選手って引退された後に飲食店を開いたりね、プロデュースしたりね、ジョーベ選手みたいに実際に修行してお店やったりもされますけど、うんうん、もし大前さんが関西でアナウンサー業70とか75で引退されたとして、はい、じゃあ飲食店を自分でやるとなった場合、はい、どこの関西でね、どこの駅でどんな飲食店しますと思って、居酒屋さんなんか高級イタリアのコースを出すのかを一桁なのか、東灘区なのか、ホットモットの辺とかね、なんかどこやろな。カンペさん何？僕はもうね、そう考えてたんですよ、はい、で思いついたというか、うん、この結論に達したのは、僕はもううどんが好きなんですよだからまずうどん屋さんをしたいんですよ。カルボナーラもカルボナーラうどんも出したい、はいはいはい、もう明太うどんとかも出したいんですけど、そういううどん屋さんを、もう 8時ぐらいで閉まるうどん屋さんを朝の10時、11時から開店して、はいはいはい、割と早い時間に閉まるうどん屋さんを、阪急の三影駅、もしくは岡本駅でやりたいです。東灘区でやりたいです。の山側でやりたい。山側でやりたいです。あ、そう。はい、僕はもうそれに結論を出しました。うどんは自分で手打ちでうどんする。手打ちうどんします。もう自分ができる範囲で頑張ってやります。なるほどな。まさしくもう上部選手みたいにちょっと頑張ります。なるほどな。じゃあ、自分で手打ちうどんして。はい。なるほど。いっぱい800円とか700円とかそれぐらいでうどんを提供しましてですね、なんか
似合いそうやね、うどん自分手で売ってたら。あ、似合う、ほんまですか。絵的に。ちょっと嬉しいですね、それは。なんかうどん、あ、なるほどと思う。あ、ほんまですか。そう、それを三影か岡本でやりたいなと思ってます。あ、なるほどね。はい。そんな感じですわ。はい。大町さん、じゃあまずどんな店やりたいですか。いや、もうこれはもう決まってます。あ、決まってます。決まってるんですか。決まってる。はいはい。今思いついた。はいはい。血糖値の低い食べ物な、あ、なるほど、ね、健康食品系の、はいはいはい、そういうなんて食べ物を出すそうです。あの自然食レストランとかってことですね。まあ そ, ね、まあ、それに近いね、定食とか出してね、そうカロリーが低くて糖分、はいはいはい、脂肪分が少なくて、うん、健康的で、はい、だからそういうところことを気にされてる方でも、はいはいはい、気軽に入れて、ここやったら食べてもいいわみたいな。ああ、なるほどね。豆腐ハンバーグ出したりして、ね、そういうこと。なるほど、なるほど。それやな。なるほどね。それはもう完璧ですね。完璧やろ。今にも一致してますもんね。まあ、これが、いや、あのね、はいはいはい、僕、そういう今、まあ、そう糖質制限とかする中でね、うん、はいはい、食べるもんないね、ほんまに。ね、お前さんの話聞いてる感じ、ほんまになさそうですね。で、外資もあるんだけど。あるけど、そのご自身でこう制限されてあるから。そう、僕としても徹底としてやりたい、うん。徹底してあるから。はい、なんとか食べていいんですよとかって言われるんですけどね、うん、あの栄養相談の先生には。まあ、はいはい。だけども、いや、僕それはしたくないねんな。もうやるならもう徹底的にやりたいので、ね、だからそういうのを気にせんと食べられるものを出してあげるお店。ああ、なるほどね。そうですよね、うん、はいはい。それをやりたい。まあ、場所ね、場所どこにします。六甲アイランドもできそうやし、でもそういうなんていうの、健康食レストランが、うん、あのちゃんとその成功しそうな場所ってある程度なんて言うんでしょう、そのまさし岡本とかも無理じゃないけど、なんて言うの、家の住宅街の中にあるような感じの方ですよね。三宮とか繁華街じゃなくて。三宮じゃない。ですよね。マックス繁華街でも西宮北口やな。まあそうですね、あの辺やったら合いそうな気がします。でもちょっと西宮って感じでもないねんな。だからどこやろうな。阪急沿線ですよね、お前さん。おそらくそこしか眼中になるよね。ですよね、はい、ってことは六階とかは消えますよね。消える消える、ね、だから宝塚とかね。ああ、ありそう。北摂エリアね。宝塚駅なんかありそう。宝塚、美濃、池田、豊中のその辺です。なるほど、はい、大阪のそっち側っていうか、その阪急の宝塚線ってことですね。阪急宝塚線。ああ、なるほど。ありでもありそう、うん、そういうところをやりたいな。あ、値段設定どれぐらいします。いや、わかんねえよ、それは。その例えば定食で800円とかにするのか、まあ、1000円までやろな。あ、じゃあやっぱそのコースとかじゃなくて、うん、定食なんですね。定食やね。あ、そういう人たちが安心して、はいはいはい、もうカロリーも心配せんでもいいし、うん、ね、はい、そんな糖質も心配せんで今いいですよって。もう低血糖、低脂肪、低脂肪、はい、どんな感じなの。勝手なイメージですけど、はい、あんま行ったことないですけど、それとも、はい、豆腐ハンバーグがあって、まあ、そうやね、サラダがあってとかね。サラダがあって、はい、で、ご飯は玄米ご飯とか16穀米ご飯で、そういうことよね。 あるとしてもね。ですよね、はい、でお茶はもう黒ウーロン茶みたいな。そうですよね。そういうで、スープ、野菜スープとか、そんな感じ。まあ、そうやな、そういうので僕野菜嫌いやけども、うん、出すのは話変わってきますもんね。そうだから、そういうの人でも食べられるようなね、うん、ものもいいし、うん、というところで、うん、それをやりたいです。ああ、なるほどね。なんかイメージは湧きました。大村さんやってそうな、その自然食レストラン的なところ。はい、そうやね。それをねできたら行ってみたいですね。やりたいな、ね、それぐらいやな。なるほどね。うどん屋ね、川辺さんの、あのうどん屋で思い出したけど、はいはいはい、この話をして今日の第1回終わりますが、はいはい、ニューヨークね。ニューヨーク、はい、まあ、あのうどん屋さんあるんですよ。手打ちうどんの店が。ニューヨークにもあるんですか。ニューヨークでうどん屋さんがあってね、はい、で連れてってもらったのね。はいはいはい。で、まあ、まあまあ高いのよね。ちなみにそれってアメリカの方が作ってあるんですか。それね、それね、はい、まあ、経営者は日本人やねんけど、はいはいはい、でそこであの日本人の留学生の女の子とかがバイトで働いてるんだけど、はいはいはい、でそこもなんかあの道に面したところでうどんを手で売ってはる、うどん実演のやつをね、はいはいはい、あの木でなんとかさんみたいにやってるのよ。ね、めっちゃわかりますわ。わかるやろ、はいはいはい、やってるやん、そんなよくね、はい、やってます。それがやな、やってる人がな、外国人で
しかもやな、はい、それもなんかこう中南米系のもうゴンザレスさんがやってるみたいなそんな人がうどん売ってんのよ。それのその光景が俺めっちゃ面白くて、面白いですね、はい、中ではこう和服着物着たあの女の子がお茶とか出してくれて、はい、お茶を出してくれるんです、ね、お茶とかそのさ配膳やってくれるんだけど、はいはい、ね、うん、外のその一番見えるところで手打ちうどん実演のところでもう本当にもう、ね、もうカルロス・ゴンザレスがもううどん叩いてるのよ。めっちゃ硬い感じの、そうそう、もう粉からこうやってもこねってこねって叩きながらやってる、それは面白い。それは面白い、はい、え、そのね、うどんの味は日本のうどんの味と一緒やったんですか？一緒一緒。あ、一緒なんや。美味しかったよ。あ、じゃあ美味しいですね。美味しかったよ。だけどゴンザレスさんが売ってると思うとちょっとなんかちょっとイメージ違うなと思って、ね、それだけの話です。パスタみたいな感じになってきますけど、ね、まあ、いっぱい2000円ぐらいしたから。あ、そんなするんですか？高かった。やっぱすごいな、ニューヨークのうどん。高級食品なんですね。高級食、日本食で、まあ、日本人もそうやってたまに食べたいと思うんやろね、はいはい、行って食べるんですよ。ちょっとそれは興味ありますわ。そうやろ、はい、そんなんです。わかりました。じゃあお前さん、北節で健康食品レストランレストランいいでしょ。はい、亀さんは岡本か見かけでうどん屋です。はい、屋号なんていうの？屋号考えてないですけど、うん、もう分かりやすい、もう例えば神戸製麺とかもう見た瞬間に分かるうどん屋さん。それ丸なから製麺と一緒やん。で、ね、でも製麺ってついたらもううどん屋さんじゃないですか。そうか、そんなことないんかな。ラーメン屋さんじゃないと思うんですよ。そう、はい、なんか神戸製麺でよ。はい、じゃあね、そうですね、分かりました。はい。